どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。X、Instagram、TikTok と活動の幅を広げておりまして、概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、ゴジラマイナスワンが大ヒットして、米国アカデミー賞視覚効果賞受賞という大きな実績を残し、原点である初代ゴジラも注目されている中で、東方の人気怪獣であるモスラとゴジラが初対決をするモスラ対ゴジラは一体どんな評価なのかという件に関してちょっと話したいと思います。連日大ちゃんの映画部屋と隠れ家の動画のご視聴ありがとうございます。ゴジラマイナスワン、そしてゴジラシリーズのファンの皆様、お疲れ様です。まず一つ告知させてください。以前告知したように11月1日の金曜ロードショー枠にて地上波初放送されるゴジラマイナスワンの同時視聴会を開催いたします。開始は21時の金曜ロードショー枠開始に合わせていつもより早い20時半からになります。約2年間ゴジラマイナスワンを一緒に応援してくれてありがとうございました。とうとう70周年集大成ですね。アカデミー賞受賞式の時の興奮をもう一度やっちゃいましょう。実はあの時 YouTube ライブの同時視聴数は国内で6位という驚異的な人数が集まっていました。びっくりですよね。今回もそれくらいの勢いでいきます。みんなで全力で楽しんでいきましょう。いつも通りチャット欄はもうすでに開放中です。皆さんの熱いコメントをお待ちしております。もしよかったら概要欄に掲載してある配信先のリンクに飛んで高評価も押していただけると励みになります。こちらの同時紹介に関しましては X コミュニティでさらなる詳細を共有しますのでチェックの方よろしくお願いします。さて本日の本題に入っていきましょう。モスラ対ゴジラの海外での評価に関してですね。モスラの海外人気は日本以上に高いことは皆さんご存知かと思います。ハリウッド版ゴジラ最新作のゴジラコング新たなる帝国にも登場して大騒ぎになりましたよね。そんなモスラが海外で話題になったきっかけとなったのがこのモスラ対ゴジラなんですよ。単独作のモスラももちろん海外で公開されていましたが大きな火付け役となったのはこの二大怪獣のバトルを描いた作品だったわけです。そんなモスラ対ゴジラの今現在の海外での評価は大手映画評論サイトロッテントマトでは評論家スコア92、一般オーディエンススコアは68となっており、映画データベース IMDB では 6.5 とまずまずの評価となっております。1964年に公開されたモスラ対ゴジラは米国においても非常に特異な評価の軌跡をたどりました。初公開時米国ではゴジラ VS ザ・シングというタイトルで上映され、モスラという名前が伏せられた形で宣伝されました。このタイトルの変更は米国でのモスラの知名度の低さを補うマーケティング戦略の一環として行われましたが、映画の内容自体が持つメッセージ性は多くの観客や批評家に伝わりました。1960年代、米国の怪獣映画市場では、ゴジラシリーズはすでに一定の人気を誇っており、特にゴジラの象徴する核兵器の脅威や人間の傲慢さは、冷戦時代のアメリカにおいても大きな共感を呼びました。モスラ対ゴジラの公開時には、前作キングコング対ゴジラの成功もあり、観客の期待は高まっていましたが、本作はその期待を超える形で多くの観客に強い印象を残しました。まず、米国の観客は特撮技術に驚愕していたそうです。東方の特撮技術は当時のハリウッドの技術と比べても非常に先進的であり、ミニチュアを駆使したリアルな都市破壊やスーツアクターによる怪獣バトルは、米国の映画ファンにとって新鮮で魅力的なものでした。特にゴジラが都市を襲うシーンやモスラが守護神としての力を発揮する場面は米国の観客にとって特別な映像体験となり、ゴジラシリーズの魅力がさらに広まる契機となりました。またモスラというキャラクターの存在も米国では非常にユニークに受け止められていました。ゴジラが核兵器の象徴として描かれる一方で、モスラは自然や生命の守護者として描かれ、この対比が冷戦下の米国社会において深い意味を持ちました。
モスラの母性や小美人の登場が他の怪獣映画には見られない神秘的で幻想的な要素を加え、米国の評価たちから高く評価されました。映画全体としては怪獣バトルの興奮だけでなく、自然と人間の関係性をテーマに据えた社会的哲学的なメッセージが含まれており、これも米国の評価に強い印象を与えました。特に1960年代のアメリカでは、核兵器に対する恐怖や環境破壊への懸念が高まっていた時期であり、モスラ対ゴジラはこれらの不安を反映した作品として認識されました。公開当初はゴジラシリーズの中でも特にシリアスなトーンが評価され、単なる娯楽作品を超えた社会的メッセージを持つ映画としての評価が高まっていました。そしてその後の時代になると特撮技術の進化や映画のエンターテインメント性の変化に伴い、モスラ対ゴジラに対する評価も変化していきました。1970年代から1980年代にかけては米国の映画市場でビデオレンタルが普及し始め、ゴジラシリーズは再び注目を集めることになります。この時期、特にモスラ対ゴジラはビデオショップでの人気作品として地位を確立し、若い世代の観客にも支持されるようになりました。特撮映画としてのクオリティは依然として高く評価され続け、特にミニチュアの精巧さやスーツアクションの迫力は米国のファンの間で語り継がれました。またこの時期にはゴジラシリーズ全体がカルト的な人気を博し、米国国内でのゴジラファン層が拡大していました。このファン層にとってモスラ対ゴジラはシリーズの中でも特に重要な作品として位置づけられており、ゴジラ映画の代表作の一つとして評価されています。1990年代以降はインターネットの普及に伴い、アメリカにおけるモスラ対ゴジラの評価はさらに広がりを見せました。ファンコミュニティがオンラインで形成され、ゴジラシリーズ全体に対する深い分析や考察が行われるようになったことで、本作のテーマ性やメッセージが再評価されるようになったんですよね。ゴジラとモスラの対立が単なる怪獣バトルではなく、核兵器への反発の象徴と自然の守護者という対立構造を描いたものであることが改めて認識され、特撮映画の枠を超えた作品としての評価が高まりました。さらに2000年代に入ると、ゴジラシリーズの新作やリメイク作品が制作される中で、モスラ対ゴジラの影響力が再び注目を浴びました。アメリカでのハリウッド版リメイク作品の成功により、オリジナルシリーズに対する関心が高まり、その中でもモスラ対ゴジラは重要な作品として再評価されたんですよね。映画評論家やファンからは、特撮技術の高さだけでなく、ストーリーの深さやキャラクターの魅力が改めて称賛され、1960年代の作品でありながらも、現代に通じる普遍的なテーマを持つ映画としての評価が確立しました。現在では、モスラ対ゴジラは、アメリカのゴジラファンの間でシリーズの中でも屈指の名作とされており、その特撮技術とテーマ性が高く評価されています。自然と人間の関係性や核兵器に対するメッセージが、現代の観客にとっても重要なテーマであり続けていることが、映画の評価をさらに高めているんですよね。ゴジラとモスラの対立を通じて描かれる自然と人類の共存や環境破壊に対する警告が、環境問題がますます重要視される現代においても強く共感されるポイントとなっています。また特撮技術に対する評価も変わらず高く、 CG 全盛の時代においてもミニチュアやスーツアクションの魅力は色褪せることなく、米国の特撮ファンにとっては特別な存在であり続けています。結論としては、モスラ対ゴジラは1964年の公開以来、米国においても一貫して高い評価を受け続けており、その評価は時代を超えてますます深まっています。核兵器の脅威や環境問題を扱った深いテーマ性と特撮技術の高さが、米国の観客は評価に強い影響を与え、ゴジラシリーズの中でも特に重要な作品として位置づけられています。そんな本作の海外レビューをいくつか翻訳したので、よかったら見ていってください。海外の方の今作への熱い思いを感じることができますよ。それではどうぞ。私がモスラ対ゴジラ、別名ゴジラ VS ザ・シングを初めて見たのは1960年代後半、夜更かしを許された特別な夜でした。
友人と一緒に映画館に向かうとき、シングがどんな恐ろしい存在なのかと期待を膨らませていたものの、巨大なガの姿は想像もしていませんでした。それでも当時も今もこの映画は私のお気に入りです。冒頭の台風を見事に表現した音楽から、クライマックスの迫力満点の怪獣バトルまで、モスラ対ゴジラは東方怪獣映画の中でも屈指の名作です。特に注目すべきはこの映画の視覚的な完成度、模型と実写の融合が見事で、ゴジラとモスラが円形を移動するシーンはその巨大感を強烈に引き立てます。また東方の常連俳優たちによる演技も素晴らしく、キャラクターの魅力を引き出しています。フランチャイズ4作目にして全2作とは異なる深みを持ち、スピリチュアルなテーマが加わったことも魅力の一つ。インファント島で崇拝されるモスラは神のような存在で、彼女が命を懸けて人間を守る姿は感動的な物語として心に響きます。モスラ対ゴジラはただの怪獣映画ファンだけでなく、スーツメーション怪獣の世界に飛び込みたい全ての人にとって素晴らしい作品です。ぜひ見る価値があります。東宝はいつでもファンを楽しませる怪獣映画を提供してくれる。モスラ対ゴジラでは2つの象徴的な怪獣が激突し、その戦いは期待通りの迫力を持っている。もちろんゴジラとモスラそれぞれの独立した出世作のプロットを少し踏襲している部分はあるものの、全体としては新鮮さとスリルに満ちた展開が楽しめる。ゴジラは相変わらず出現するたびに何かを破壊する怪獣で、日本を恐怖に陥れる存在だが、今回の映画ではより人間らしいテーマも織り交ぜられている。物語の核心には強欲なビジネスマンがモスラの卵を手放そうとしないという問題があり、その結果モスラに助けを求めざるを得ない日本の姿が描かれている。この映画には男女の力を象徴するテーマも見え隠れしている。ゴジラは人間の破壊的な力と復讐心を表し、一方でモスラは母性的な優しさと守護のシンボルとして描かれている。この対照的なキャラクターが衝突することで観客に強い印象を与え、ただの怪獣バトルではなくテーマ性のあるドラマとしても楽しめる。しかし前作に比べてテーマは控えめで、今回は怪獣同士の戦いにより重点が置かれている。ユーモアの要素は減っているものの、戦いのスケールはさらに壮大になり、暴力の描写もより迫力を増している。興味深いことに最もショッキングな暴力シーンはゴジラによる破壊ではなく、人間同士の対立や争いの中で描かれている。これは偶然ではなく、怪獣が暴れるだけでなく人間自身の問題や弱さが描かれることで映画に深みが加わっている。この点が本作をより魅力的なものにしているんだろう。この作品はオリジナルのゴジラ映画のような重厚さやメタファー的な要素は控えめですが、続編にありがちな過度な変更には走らず、カラフルでエキサイティングな作品に仕上がっています。ファンタジー要素を持ちながらもストーリーはしっかりと真面目に描かれており、見るものを引きつける魅力を持っています。プロットは一貫しており、論理的な展開が評価されています。人間の登場人物たちも興味深く描かれており、怪獣の登場までの前半部分も楽しめます。ゴジラとモスラの戦闘シーンは短いながらも迫力満点です。ゴジラはこれまで以上に恐ろしく、子供たちをも脅かす存在として描かれ、一方でモスラは優雅で神秘的な敵としてその魅力を発揮しています。伊福部昭の音楽はスリリングで、繰り返しのフレーズが効果的に使われています。また環境破壊や大企業の弊害といった現代社会の問題も織り交ぜられ、映画のテーマ性が深く描かれています。モスラ対ゴジラは他の作品にはないバランスと芸術性を持ち、シリーズの芸術的ピークといえる一作でしょう。って感じですね。モスラは今後もハリウッド版ゴジラであるモンスターバースに引き続き登場するようなので、今後もゴジラと共に多くの人々を魅了する存在として語り継がれていくでしょう。大ちゃんの映画部屋では引き続きゴジラコンテンツを推していきます。皆さんも一緒に推していきましょうね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。